PR と一緒にこのフェリーに乗り込みたいと思います。行き先は船内の中にレストランとかお風呂とかお部屋もちゃんとついてるみたいで、行き先は内緒ですが潜入したいと思います。アンズの宿、いざ出陣。アムロ行きます。アンズもアムロアフロになったところで、ガンダム R と一緒に乗り込むのはもちろんホワイトベース。モビルスーツデッキ部分には格納庫があるので、ガンダムに乗ったアムロアンズは V 作戦の3機が待機している右の格納庫に乗り込みます。ちなみに反対側には G アーマー、コアブースター、ガンペリがすでに待機中。モビルスーツデッキには左右合わせて204機格納可能。ここは2名用の部屋、私は一人ぼっちだから一人なんだけど、じゃあじゃあ結構広くない？すごいすごい。ここは荷物が置けて、タオルでしょ、歯磨き粉と石鹸、水道、お茶は飲めるようになってて、椅子、ああ水道管なんだけど、テレビと、ここもなんかテーブル椅子みたいになってて、ここの部屋もね、ちょっと経費削減で窓からはお外が見えない暖房設定があります。電気もついてます。お花も描かれてます。ということで、ここからはアンズが船内の施設を紹介してみます。まず訪れたのはフォワードサロン、飲食、居眠りはご遠慮くださいとのことなので、ただ座って時間を潰すところです。続いて向かうのはショップ。1日に何度も開店と閉店を繰り返すのがちょっとマイナスポイントです。船内には食事ができるところが3箇所あり、ここがメインのレストラン。ゲームセンターもあります。ウサギとか、うわー、パチンコ、スロット、どうやって使うか分かんない。椅子に座ってみます。食が食べられるカフェもあります。なんとサウナ付きの大浴場も完備。雄大な大海原を眺めながら入浴もできちゃいます。船は5階建てで、私たちが動き回れるのは3階から5階の3フロアです。こだわりのキラキラ階段はちょっと怪しい雰囲気。3階にはかなり豪華な作りの喫煙所、怪しいビデオルームがあります。またこのフェリーで一番安いみんなで雑魚寝スタイルのお部屋もこの階にあります。続いて5階にはスイートルーム、1泊お一人様6万円から泊まれるみたいです。じゃじゃん、シアタールーム、すごい、20時になったらこれが上映されるらしい。ナマハゲも発見。ちなみに20時頃に映画館に訪れてみたら誰もいませんでした。秘宝です。私結構船酔いするタイプなんで、酔い止めは飲んだんですけど、これこのボーって
ったやつがずっと言ってる。1分に1回ぐらいのペースでこの棒が鳴ってて、この棒って何か調べてみたんですよ。そしたらなんか船入港したりとか、こう到着する港に入るときにボーって普通は鳴らすらしいんですけど、なんか霧がかってるときとか危ないよとか、前が見えないから船同士が衝突し合わないようにここにいるよってボーって言ってるんだって。天気悪い感じだったらずっとボーって夜も言い続けるの、無理すぎない？終わった。あとすごい今日波が荒れてるらしく、あ、ほらほら、すごいね、波が荒れてるらしくて、めっちゃもう立ってたらボワンボワンする、寝転がっててもわかるぐらい揺れてるの、もう寝れる気がしません。アンズの船旅不安マックス。一周したところで初めての船旅はまず睡眠からスタート。とりあえずお昼寝してみます。レストランがオープンしたみたいなのでご飯食べに行ってきたいと思いまーす。ゴー、楽しみだな、船でのご飯。船に揺られていたら腹が減った。さて、何を食おう。新日本海フェリーは系列にホテルがあるからか、メニューは洋食が多いな。新日本海フェリーオリジナル、オリジナルって言葉はずるい。肉がゴロゴロ、ビーフシチューとローストビーフサラダ、船で肉三昧、しかも大きな窓から海が見えるこの特等席。いただきます。おお、これはこれはうまい。じっくり煮込まれた牛肉も柔らかくて、デミグラスも濃厚。夕焼けの海を眺めながらの食事、それを背に受けて食欲がスイスイと加速する。あっという間に胃袋に消えた。瞬殺のうまさ、海の上の奇跡、大満足。この1000円で遊んでみます。私の知らないゲームが勢揃い。プヨプヨしかよくわからないのでプヨプヨにチャレンジ。プヨプヨだけはやったことがあり少し自信があったので普通でトライ。アンズの腕前をノーカットでお届けします。余裕のノールック。偶然連鎖も起きず終了。1個しか消せなかった。タヌキみたいな。いい感じ、いい感じ。ぬいぐるみを優しくなでただけで終わりました。懲りずにもう一回。今度は黄色いやつを優しく描いただけでした。絶対向いてない。向いてない中3回目にチャレンジ。あ、ダメだダメだ、全然ダメだ。何を狙ったかもわからない位置にアーミング。ちょっと掘っただけで終了。桁すぎてお金が無駄なんでやめます。野望初の無駄遣いをしてしまいました。船内で一番の交通量があると言っても過言ではない道沿いにマッサージチェアを設置するという大胆さ。人目を気にしつつ癒されてみます。ということで夜ご飯食べてきました。
めっちゃ美味しくてびっくりした。日本海フェリー特製ビーフシチューだったんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。びっくりしました。2回も言う。無理して飲んじゃいけないと肩を優しく抱き寄せた。タオルは1枚200円でした。あの人閉まってしまう時間なので急いで準備をします。ボトルに分かれた日を書いてそっと涙の小指噛む。あ、遊び遊び。あの日限定のビールっていうのを受けたので、これ買って今日はこのラインナップで夜満喫しまい、夜っていつでも寝れるから完璧。新潟ビール、風味爽快にし、未練がまた募る。うまっ。風呂上がりね。あの人だから顔が薄いです。苦しいもあれたこの頃は思い出だけに思うばかりに会員です。寝ちゃってた。てかめっちゃ揺れ始めた。本日一の揺れが到来。めちゃくちゃ急に揺れ始めました。あ、ちょっとだけ残ってる。ここね、トイレはいちいち外出なきゃいけないんで、ちょっとトイレ行って浴衣に着替えて寝たいと思います。あー言っててる。こんなに乗りながらトイレ行ってきました。こんなに揺れてます。私のこの動きを見たらわざとらしいんですが、本当に揺れていたんです。何はともあれ着替えましょう。こんなんなんで横になりたいと思います。ああ大変だ。気持ち悪い。めちゃくちゃ揺れ始めた。寝るどころじゃない。気持ち悪いです。いやー、なんか例えるとアトラクション遊園地のあるバイキングみたいな、ああいうでかい感じの揺れが来てました。
また何時間後かに。バイバイ。ダメだ、全く寝れない。ダメだ、これはもう寝れないよ。なんていうことだ。おはようございます。夜めっちゃ揺れてて全然寝れなかった。今回アンズが乗船した船は長さ 199.9m、 幅 26.5m とほぼホワイトベースと同じサイズであるライラック号。朝になった船内を見てみます。重さ 18,229 トン、なんとアンズ45万人分。定員846名だが、アンズの体感ではこの日の乗客は30人。朝食食べたかったんですけど、船酔いしすぎて気持ち悪いのでスキップ。馬力は 21,200kW、火力発電に相当する威力を持っているにもかかわらず、最高速度は時速42キロとアフリカゾウとほぼ同じ速度。ではあと1時間後ぐらいに港に到着するので準備します。およそあと1時間後も定格通り5分後になりました。ホワイトベースは55万馬力のマッハ12なので、ここに建物みたいなのが見える。最高速度は時速15,000キロ、ということは日本から1時間で南アフリカに行けるのだ。こんな感じで船内を過ごしてみました。いよいよ船から降りて次の旅先に着きます。楽しみ。港に着く直前ぐらいにアナウンスであるの車のところに来てくださいっていうのがあるっぽいんで、そしたら荷物全部持って車に乗り込んで新しい旅先の地に行きたいと思います。じゃじゃーん、到着。アンズの野望、いざ宇宙人。 Hey kid、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。苦しいもあげた TikTok、 この頃は各種フォローお願いします。 Twitter、